2010年の噴火では、アイスランドのエアフィアトラヨークトルでの一連の主要な火山活動に関わる事象を解説する。この噴火は火山噴火としては比較的小規模であったが、2010年4月の6日間を最初の期間とし、以後、西ヨーロッパと北ヨーロッパの全域で航空運航に重大な混乱を引き起こした。 その後、一極に集中された混乱が2010年5月まで継続した。噴火は2010年10月に終わったと公式に宣言された。その時氷河の雪は解けなかった。まず2009年の年末に地震活動が始まり、2010年3月20日までに徐々に強さが増加した。始まった小さな噴火の火山爆発指数の値は1。 と評価された。2010年4月14日に始まった活動から、噴火は第2段階に入り、2010年4月15日から20日にかけて、ヨーロッパのイファー空域の大部分を閉鎖に至らしめた、灰雲を生じさせた。その結果、ヨーロッパの地域内での航空便だけでなく、地域外からヨーロッパへの、またはヨーロッパから地域外への、 多くの航空便が大変な規模でキャンセルされ、第二次世界大戦以後の航空運航の混乱としては最もひどい状況を引き起こした。噴火の第二段階は2010年4月14日に始まり、放出されたテフラの量は2億5000万立方メートルとなった。噴煙柱はおよそ9キロメートルの高さに至り、ベは4等評価された。 2010年5月21日までには、噴火の第2段階は、新たな溶岩、または、肺が発生されない程度に収まった。2010年5月24日の朝までには、ソウルオルフスフェットルの上に設置された、ウェブカメラが捉えた映像は、硫黄を含むガスの排出によって生じた青っぽいもやに、取り巻かれた、水蒸気の柱だけを示した。地表に広がる、大量の乾いた、 火山灰を地表風がしばしば舞い上げることで灰切りが起きて火視性が悪くなり火山のウェーブカメラによる観測を不可能にした。2010年6月6日の夕方までには小さな新しい噴火口が少量の灰の放出を伴う爆発的活動が観測された主要な噴火口の西部に開放された。地震計のデータは地震動の頻度と強さが まだ噴火前に観測されたレベルを上回っていることを示した。これを受けて、アイスランド気象庁とアイスランド大学地球科学研究所の科学者たちは、火山の観測を継続した。2010年10月、アイスランド大学地球科学研究所の科学者、アーマン・ホスカルドソンは、地域がまだ地熱によって活動的で、再び噴火するかもしれないが、噴火が、 表向きは終わっていると述べた。エイアフィアトラヨークトルは、アイスランドにある比較的小さな氷河の一つである。氷河は、スコウガル村の北、そしてより大きな氷河ミルダルスヨークトルの西にある。氷河の氷冠は、高さ1666メートルの火山を覆っている。その火山は、最後の氷河期以来、比較的頻繁に噴火している。ごく最近に起こった、 大規模な噴火は、920年、1612年、そして1821年から1823年に、かけて起きていた。なおエイアフィアトラヨークトルの噴火の後には、隣にあるより、大きなカトラ火山で噴火が続いて起こっている。地名へのリンクには、一部英語版、ウィキペディアの記事へのリンクも含む。2009年のクリスマスの近日中に、 火山性地震がエイアフィアトライオークトルの火山地帯で続発し、火山の地下 7km から 10km の地点を震源とした小規模な地震は数千回にも及んだ。2010年2月26日、エイアフィアトル地方のソルバルスエイリ農場にあるアイスランド気象研究所の GPS が付近の近くが 3cm 南方に移動したことを 指し示し、そのうちの1センチメートル分は4日以内で移動したことが分かった。この異常な地震活動とそれに伴う地殻変動は、エイアフィアトラヨークトルにある火山のマグマだまりにマグマが溜まりつつあり、その圧力により、ソルバルスエリの場付近で大規模な地殻変動が起こりつつあるという地球物理学者たちの仮説を裏付けるには十分な証拠となった。地震活動は、 ますます活発になり、同年3月3日から3月5日にかけては、火山を震源とする地震が3000回も観測された。噴火の前兆と捉えるにはあまりにも微弱なものが、ほとんどだったが、付近の街では体に感じるような地震も増えてきていた。なお、実際に火山が噴火した後の2010年4月23日、日本の陸域観測技術衛星第一の撮影した。 画像を東京大学地震研究所が分析した結果、2009年8月末頃から山体が膨張する地殻変動が始まっていたのが判明している。おそらくは地下にマグマが溜まっていったことにより、2009年8月から2010年4月までの間に河口周辺が約20センチメートル、北東10キロメートルの付近が約70センチメートル、 起していいたというフィムベルズハウルスで最初に発生した亀裂を観察している人々。現地時間2010年3月20日午後10時30分から午後11時30分にかけて氷河の数キロメートル東にあるフィムベルズハウルス峠の北側の斜面でついに噴火が起こり始めた。エーアフィヨットル、フリオスフリーズ、ランドエイルの地域に住まいを構える500人ほどの 農家とその家族は一晩の間避難を余儀なくされ、レイキャビーク空港及びケプラビーク国際空港を離着陸する航空機は欠航が相次いだ。しかし、翌3月21日の夜には国内線、国際線ともに復旧している。避難していた危険地域の住民たちは3月22日夜の市民保護部の会議後に帰宅を許されたが、 それはあくまで一時的なものに過ぎなかった。警察によりソウルスメルクやフリオスラールルの警告地帯の道は封鎖され、通行を許可されたジープ便だけがスコウガル村からフィムベルズハウルス峠にかけての区間を通行することを許可された。3月29日には一時的に通行止めは解除されたものの、二つ目の亀裂が発見されると、氷河や 雪原の近くで噴火が起こり、ラハールが発生する危険性が高まった。として、再び道路は封鎖された。しかし、この封鎖も、翌4月1日正午過ぎには解除された。噴火が起こった斜面には、巨大な亀裂が、北東から南西にかけて、長さ500メートルにわたって広がっており、そこにあると考えられる10カ所から12カ所ほどの噴火口からは、 摂氏鮮度の溶岩が高さ150メートルまで吹き上がった。溶岩はアルカリ性で粘度は高く溶岩流の移動速度は遅かった。そのため、これは典型的なエフューシブイラプションに分類される。溶岩は亀裂の4000メートル以上北東まで到達し、フルーナギル渓谷,谷では200メートル以上の溶岩の滝が形成され、 ソウルスメルクへとゆっくりとした速度で流れ込んだ。また、溶岩流は3月28日か3月29日までには、クロスワウ範囲乱源に達し、景色を激変させてしまうだろうと予想されていたが、今のところ、この場所に溶岩流が到達したという報告はない。2010年3月25日、科学者たちはこの地で、ニセ加工が噴火の時の水蒸気爆発により、 形成されるのを有史以来初めて目撃することとなった。ソルバルスエイリーでの地殻変動は噴火が始まってからも2日間にわたって続いたが、徐々に収束する傾向にある。それに伴って、今度は火山活動が活発になり、それはマグマ溜まりのマグマが減少していく傾向にあるということを示しており、噴火活動は昇降状態に入るだろうとの見方が強くなった。 現地時間3月31日午後7時に最初の噴火の亀裂の200メートル北西に新たな亀裂が発見された。多くの人々がこの亀裂の出現する瞬間を目撃している。目撃者の証言によるとその亀裂は300メートルほどの小さなものである。とのことでこの亀裂から流れ出た溶岩はすでに古うなぎる渓谷に達している。地理学者によると この二つの亀裂は地下で同じマグマだまりを共有しているようである。なお、この新しい亀裂が出現した際に付近の地震計や GPS が異常な地震活動や地殻変動を捉えたという報告は一切なかった。2010年3月25日の噴火の様子。2010年4月2日、北側から見る第二の亀裂。 地理学者のマグヌース・トゥミエーナルスソンは、クボトルス・ボトルール村での2010年3月21日の報道会議の場で、この噴火は、ヘクラ山での2000年の噴火のように、比較的小規模なものになるだろう。と語った。噴火は、氷河の地下というよりも、エイヤ・フィアトラヨークトル氷河とミールダルスヨークトル、氷河の間にある峠で発生した。この場所は、 氷河からも離れているため、洪水の危険性は低いと考えられたが、噴火口の亀裂が氷河にまで伸び、洪水の危険性が一気に高まる可能性も捨てきれなかった。アイスランド気象研究所のレーダー基地では、噴火開始から24時間以内は火山灰が観測されることはなかった。しかし、2010年3月22日夜に、 フリオスフリーズ地域で火山灰の効果が確認され、ハビレスベラー町でも火山灰により車両がうっすらと灰色に染まる光景が見られた。3月22日午前7時ごろ、上空4キロメートルにも達する大きな噴煙が空に上がり、これは噴火が始まって以来最高のものとなった。 現地時間2010年3月23日8時30分、近くにあった雪の吹き溜まりまで高温のマグマが接近したことで小規模な水蒸気爆発が発生し、上空 7km に達する水蒸気の柱が上がった。アイスランド気象研究所のレーダーがこの水蒸気爆発を観測し、それ以来数多くの水蒸気爆発の発生が確認されている。 現地時間2010年3月22日午前10時頃、クロスワウ川のソウルスメルク地区に設置された流量測定装置が、この川の急激な水位と水温の上昇を記録。最終的に水温は2時間余りで、摂氏6度も上昇し、これは観測史上最高値となった。その後間もなく、水位と水温はほぼ元の値へと戻っている。 フルーンアウルギル渓谷を流れるフルーンアウ側に溶岩流が入り込み水温が摂氏50度から摂氏60度の間まで上昇していることが地質学者の計測により判明した。これによりこの渓谷に流れ込んだ溶岩はこの川の水によって冷却されていることが証明された。噴火口の近くで採取された火山灰のサンプルに含まれていた二酸化系素の 含油率は58%で、溶岩流のものより高濃度であった。また火山灰中の水溶性復火物の濃度は、ヘクラ酸3のものの3分の1くらいで、これは平均で、灰 1kg あたりに 104mg の復火物が、含まれていることになる。近くの農家には、家畜に、池や川の水を飲ませないように、と、注意が呼びかけられた。 家畜の腎臓や肝臓に悪影響を及ぼし、死亡させてしまう危険があるためである。しかし、この地域の伝統的な農業はアイスランドにとって欠かすことのできないものであった。噴火の知らせを受け、早速、火山観光ツアーを企画した旅行者も現れた。2010年4月、NASA の人工衛星アクアが搭載した、モジスケーキは、 2010年4月17日の13時20分に、北、大西洋上空に、エイアフィアトラヨークトル火山からの噴煙柱を捉えた。エイアフィアトラヨークトルの2度目の噴火。2010年4月20日に、フ不ウスフリーズから見たところ、大気中に浮遊するゴミは沈む太陽からの光を散乱させる。そして、航空機の飛べない期間。 イングランドのリーズ・ブラッドフォード国際空港の飛行経路上にはこのような火山のラベンダー色が出現した。2010年4月14日、エイアフィアトラ・ヨークトルは短期間の活動休止の後、今度は氷河の中央で噴火した。融雪氷水による洪水が起き、火山の両側を二つに分かれて流れ、近くの川の下流に侵入し、 再び800人の住民に避難を強いることとなった。二度目のヨークルフロイプ、またはラハールが、その夜にマルカルフリオート谷を流れ下った。マルカルフリオト川に沿った道路は、数箇所で削り取られた。噴火口を覆う厚さ200メートルの氷河が急速に溶け出しており、火山からは火山灰と混ざり合った氷河の水が真っ黒な川となって、流れ。 洪水が発生する恐れがあるとして、周辺約800人に避難勧告が出されたが、住民への避難勧告はわずかでニュースを見なければ、噴火していることすら知らなかったと語ったほど、現地住民のパニックはなかったという。先の噴火とは異なり、第二の噴火は氷河の氷の下で発生した。溶かされた氷からの冷水は溶岩を素早く冷却し、 火山ガラスへと粉砕して、噴煙柱に運び上げられる細かい火山ガラスの、小片を生じさせた。ベは4と推定され、3月20日のフィムボルズハウルスでの噴火より10から20倍も大規模なもので、超高層大気に火山ガラスを大量に含む、噴煙柱を生じさせた。そしてそれは、航空機には極めて危険なものであった。 2010年4月16日には、脈動する、噴煙柱が8キロメートルを超える高度に達した。また、稲妻が柱の内部でしばしば見られた。2010年4月17日、噴火は続いていたが、爆発的ではなくなり、噴煙柱は、以前のような1 3トルより下がって5キロメートルの高さを維持した。これは、ヨーロッパ全域まで運ばれるのに、 十分な高さではなかった。4月18日6時時点の予報は北欧上空を追い続ける噴煙柱を示した。2010年4月18日アイスランド気象庁はケプラビーク近くのレーダー測定機が8時からエイアフィアトライオークトルからの噴煙をほとんど検出しなかったことに注目した。それは噴煙の高さが1万フィート以下であったことを意味する。 強い地震活動が続いていたが、火山灰、または、洪水の記録は報告されなかった。2010年4月19日にに灰雲は5キロメートルの高さに達し、噴火地域の南から5から6キロメートルに及んだ。IMO は、火山灰生成の段階から、岩流の段階へ移ってきたことを明らかにした。マグマの空中への飛散は1.5から3キロメートルに、 かけて検出した。2010年4月20日にアルジャジライングリッシュサービス通信人のデビッド・チャッターはアイスランド南部のクボルスボールルから火山が直前の24時間のうちに沈静化したように見えた後に再び溶岩と思い火山灰を噴出し始めたことを伝えた。彼は火山活動が4月19日の遅い時間に再び活発化し始めたと伝えた。 彼も、よりはるかに大量の火山灰の雲に注目したが、その噴煙は19日の間ずっと増加しており、大西洋に流されていった。2010年4月21日、噴煙柱は、火山の上空の 2km にまで高くなり、火山の南 5km にまで達した。IMO は、地震活動が減少していることを報告した。他の報告書では、 火山灰の噴出が減少し、溶岩流が増加していることが示された。2010年4月23日、噴煙柱は3から4 8トルの高さとなり、南西方向に吹き流されて6トルに及んだ。水蒸気の柱がアイスランドの首都レイキャビクから初めて目視で見られるようになった。火山灰の効果はレイキャビクでは予測されなかったが、 都市部の空港での国際便飛行中止の事態を招いた。2010年4月24日に第2位の噴火が始まって以来11日が経ち、噴煙柱は穏やかな爆発的活動によって1万3000フィートに達した。火山は噴火活動の終わる兆候を示していない。2010年4月21日に始まったと確実視されている溶岩の流出により、 噴火口の厚い氷河の北部の氷が溶かされている。ギグカルから融雪氷水が半継続的に流れ出ており、この100から120立方メートル、秒の水流には明らかに溶岩が関連している。つまり、溶岩が氷と接触し、水蒸気誘発を引き起こしている。溶岩とマグマの流出量は20から40トン、秒に見積もられた。軽い手札が、 火山の近くに降下した報告はない。火山の振動活動は、この2から3日の間は、同じ状態で続いている。世界気象機関は、火山がいつでも、爆発的噴火を起こす状態にたやすく戻るだろうと、警告した。5月上旬に引く中旬氷河からの融雪氷水の、流出量は2010年4月30日から増加した。また5月2日までの数日間に、 火山は爆発段階から溶岩生成段階へ変化し、噴煙柱はより暗く濃く,濃くなって広がった。また、火山周辺での手札降下物も増加した。溶岩は噴火地域の 3km 以上北から氷河の周辺部を越えてさらに流れる可能性があった。爆発的活動も増し、噴火地域の南東 40km にまで爆発音を轟かせた。 噴煙柱は高度 45.4km に至り噴火地域から 200km 離れたところからも見えた。2010年5月3日、再噴火に至った。風は東南方向へ吹いて灰雲を押し戻し、イギリスに新たな交通混乱の恐れを生じさせた。翌日にはアイルランドでの航空運航にも影響が出てきた。2010年5月6日、 火山から火山灰が噴出する様子。2010年5月5日には、噴煙は6000メートルに達し、ジェット気流に乗って、スペイン方面に向かった。2010年5月6日、IMO は、火山が溶岩を噴出する状態からより多くの火山灰を噴出する状態に戻り、活動が新しい段階に入ったと発表した。噴煙柱は、 IMO の気象レーダー観測によると海面からの高さ 5.56.5km となり 9km を超える高度に達した。2010年5月3日から増加していた地震活動は新しいマグマがマグマの通り道に押し入っていることを示した。5月7日から8日にかけての火山活動は5月6日に 比べると爆発が減少したものの、まだ強い爆発段階にあった。南アイスランドでは、広範囲にわたって火山灰が降ったため学校が閉鎖された。アイスランド環境庁は去る2010年5月6日に、アイスランドで、これまで最も多く火山灰効果が測量されたとして、大気汚染の警告を出し、健康保護限界を超えたとした。結果的に、 後輩にさらされる地域に住んでいる人々は彼らの家に泊まるよう指示された。5月9日、火山灰の雲はアイスランドから1200マイルに広がって北スペインにまで及び大西洋を渡る航空便の発着を延期させた。ヨーロッパにおける航空交通はアイルランド、スペイン、フランスとポルトガルを含む数カ国で2010年5月8日から9日の 週末まで混乱した。人工衛星テラより撮影された2010年5月11日のエイアフィアトラヨークトルからの噴煙柱。5月13日の16時頃に4回の地震がエイアフィアトラヨークトルの地下で測定されたが、それらはいずれも浅い震度で発生していた。5月14日までは噴火の勢いや火山灰の高さには差したる変化は見られなかった。 5月17日は、前日から灰雲が南東方向へ流れ続けていることにより、かが、イギリス国内の複数の空港を1時から7時まで飛行禁止空域に設定せざるを得なくなった。その後、7時から13時まで、イギリスの一部の空港が、なおも飛行禁止空域に設定されていた。アイスランド国内においては、灰のかなりの量が、近隣の収録に降り、 これがしばらく続くこととなった。5月18日、火山灰は、ヌプバージャレッパー地域、ラウニジャーとアイスランドの北東から、東の地域に降った。より高濃度のエアロゾルが、地域の上空に漂っている、火山灰によって、正午頃に、レイキャビクで記録された。5月19日、灰雲の高さは5、6キロメートルとなり、 ハエによって南西方向に54時速 64km 伸びた。レーダー観測によるとハイグモは北東寄りの北へ曲がった。火山灰は南部のフルテル FLJTSHL とランガーシングイトリーに降り、北のフーサビックとスコガフィオルサーでは雨と一緒に降った。雨量がより増したことからエイアフィアトラヨークトルからの 川は増水した。そして、2から3平方キロメートルの地域からの灰を巻き込み、スバスベーレ川で泥流となった。そして、マルカル不良と川に架か,かる古い橋付近において、4月15日以来の最も激しい流出量の原因となった。5月20日になると、エイアフィアトラヨークトル周辺の川の流水量は、前日の雨量に起因して増加した後に減少した。 噴火活動と様々な火山灰の効果の変動がなおも予想されている。2010年5月21日には火山活動が落ち着き溶岩流、降灰、落雷とも観測されなかった。2010年5月21日から噴火口は異様のガスを含んだ水蒸気の柱を噴出していた。これによって周辺の地域からの降灰のさらなる報告は 全くなかった。当該地域にある地震記録系によるデータは、地震がその頻度と地震度の強さは減少したものの、継続していることを示していた。火山が目下落ち着いた状況となったことから、アイスランド気象庁とアイツの科学者たちは、状態報告を毎日ではなく、数日おきに提示することとした。しかし、火山に対する詳細かつ科学的な観測は、 継続された。2010年6月23日時点で、エイヤ・フィアトラ・ヨークトルの活動は、20から30メートルも移動しない噴煙が、時折上がる、短期的な爆発が起きる程度に縮小した。2010年10月、アイスランド大学地球科学研究所の科学者、アーマン・ホスカルドソンは、地域がまだ地熱によって活動的で、再び噴火するかもしれないが、 噴火が表向きは終わっていると述べた。水蒸気は溶岩流跡からまだ噴出している。火山灰は航空機が飛行する上で大きな障害となる。噴火による煙と火山灰は視覚による広報においてその可視性を低減する。さらに火山灰に含まれる微細な破片がフロントガラスにはショットブラストのように作用することもあり得る。 航空機のタービンエンジンの内部で溶けることもあり、エンジンにダメージを与え、それらを停止させることもあり得る。ヨーロッパうちのフライトやヨーロッパと他の地域間のフライトは、多くが2010年4月14日の噴火の後にキャンセルされた。また軍用機のエンジンが損害を受けたが、商業的な航空機は損害を受けなかった。影響力と噴煙柱の位置は、 噴火と風の状態に依存する。多少の火山灰がアイスランドでは無人の地域に降りかかった一方、ほとんどの火山灰は偏西風によってヨーロッパの上空の広い範囲にもたらされ空域閉鎖の原因となった。最新の予報はロンドンボルキャニックアッシュアドバイザリーセンター S web サイトで更新される。ありがとうございます。